だまだ暑いにゃー。じゃあひんやりおいしいヘルシースイーツ作ってくよ。やったカルピス大好き。お父ちゃんも。じゃあカルピスゼリー作っちゃうよ。やった。カルピスと水を入れて混ぜるよ。 50ml くらい取り分けてね。ゼラチンを振り入れて軽く混ぜるよ。レンジで加熱ゴーゴー。混ぜてゼラチンを溶かしてね。ゼラチンのつぶつぶがなくなったら OK。 ゼラチン液にカルピス液を 50ml くらい入れてね。よく混ぜたら戻すよ。全体を混ぜたらカップに注いでね。冷蔵庫へゴーゴー。プルプルカルピスゼリーの完成。おお、口の中でとろけるじゃん。硬さが絶妙だね。もう一個食べたいにゃん。焼き芋だよ。これでめっちゃ美味しいアイス作っちゃうよ。え、アイス？焼き芋はスプーンでくり抜くよ。滑らかになるまで潰してね。牛乳、ラカントを入れてクリーム状になるまで混ぜるよ。冷凍庫へゴーゴー。滑らかになるまで混ぜるよ。お好みで黒ごまを振ったらクリーミーな焼き芋アイスの完成。にゃんじゃこりゃー、うますぎだにゃ。焼き芋の美味しさがギュッと詰まってて最高。冷やした焼き芋はダイエット中もおすすめだよ。材料3つ、プルプルみかん牛乳ゼリー作ってくよ。みかんとシロップに分けるよ。シロップを大さじ3入れて、ゼラチンを振り入れてふやかしておいてね。大きめのボウルに牛乳の半量を入れ、レンジで1分加熱ゴーゴー。ふやかしておいたゼラチンも20秒ゴーゴー。温めた牛乳に入れてよく混ぜるよ。残りの牛乳とみかんを加えて混ぜたら冷蔵庫へゴーゴー。お皿に移したらプルプルみかん牛乳ゼリーの完成。甘酸っぱいみかんと甘さ控えめの牛乳ゼリー、一緒に食べるとちょうどいい。余ったシロップや練乳をかけて食べるのもおすすめだよ。何味食べる？ぶどうがいいにゃ。これでヨーグルトムース作っちゃうよ。え、これで？グミを入れるよ。トッピング用に取り分けてね。水を入れてレンジで加熱ゴーゴー。よく混ぜてグミを溶かしてね。ヨーグルトを1さじ入れてよく混ぜるよ。残りのヨーグルトを3回に分けて入れるよ。その都度滑らかになるまでよく混ぜてね。ヨーグルトの分量はお好みで調節してね。今回は 250g 入れたよ。こんな感じになったら OK。 カップに入れて冷蔵庫へゴーゴー。お好みで水切りヨーグルトとグミをのせたらぶどうのヨーグルトムースの完成。なんだこれ、とろっとしてうま。甘酸っぱくって美味しいよね。明日はいちご味で作ってにゃ。 OK。 この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。